ミズラータは、スペイン・バレンシア州バレンシア県のムニシピオ。州とバレンシアのすぐ西側にあり、バレンシア都市圏に含まれる。クアルト・デ・ポブレットやシリベイラとも境界を接している。稼働付け替え前の1883年のミズラータが開催される。9月には、セイミカエルの祭礼が、10月には聖アシジュのフランチェスコの祭礼が開催される。町には、 天使の聖母教会、クレウコベルタ教会などがある。トゥリア川の旧稼働にできた、カプサレーラ公園1952年5月27日、ミズラータ特アルトデポブレットの二次地帯に、またがるように、バスケスベルナベウ軍事病院が建設された。1957年10月14日のバレンシア、大洪水以降には、トゥリア川の稼働の付け替え工事が行われた。 1969年には、この工事の過程で、バレンシアとセイプ郊外を結んでいた鉄道路線が撤去されたが、このことが市街地の拡張につながった。線路跡の土地は、レンフェから自治体に常与され、今日の市街地中心部を東西に貫くグレゴリウジア通りとなっている。2003年には、自治体境を越えたバレンシア市側に、 バレンシア歴史博物館が開館した。1850年に建設されたレンガ作りの飲料用貯水施設を改修したものであり、その設計はバルセロナの都市計画で知られるビルデフォンソセルダなどだった。2013年12月26日、ミズラータ市議会はオスマン帝国によるアルメニア人虐殺を認知したスペイン初の自治体となった。 メトロバレンシアのミズラータ駅バレンシア市中心部とミズラータをつなぐいくつかのバス路線が運行されている。メトロバレンシアの3号線、5号線、9号線にはミズラータ駅とミズラータイコールアルマシル駅があり、いずれも地下駅である。ミズラータはバレンシア市以外でメトロバレンシアのゾーン A に分類されている唯一の自治体である。 ラピッドトランジットであるメトロバレンシアの2駅が開業したのは1999年5月20日のことであり、当時はミズラータイコールアルマシル駅が終着駅だった。この開業によってミズラータとバレンシア中心部の商業区域が鉄道で直接結ばれた。2007年にはメトロバレンシアがミズラータイコールアルマシル駅からさらに西側に延伸され、 クアルトデポブレットやマニゼスの自治体やバレンシア空港に達している。視聴者と中心広場かつてはバレンシア郊外にあるオルタ地域の村だったが、今日ではバレンシア市街地に完全に飲み込まれている。面積は2.06平方キロメートル2015年の人口は43,320人であり、人口密度は2万1 2 9 1 3人。 平方キロメートルである。スペインでは最も人口密度の高い自治体であり、ヨーロッパでも有数の人口密度を持つ自治体である。ありがとうございます。